おはようございます。黒バラ軍団の太郎です。本日のターゲットホールは兵庫県にあります貴公の加古川店さんです。入場整理券番号は約260名様くらい並びの中、僕の番号は145番でした。朝一の立ち回りなんですけれども、本日に関してもおそらく6台並びが複数箇所投入されると予想しておりまして、過去の傾向からバジリスク絆2に2箇所、ファンキージャグラー2に1箇所、候補箇所、絞ってありまして、その中で、番号少し悪かったんで、第1候補の絆2の箇所は取れなかったんですけれども、それでも第2候補の箇所が取ることができたので、そこから高設定狙いで攻めていきたいなと思います。本日も勝ちにつながる立ち回りをお見せできればと思いますので、よろしくお願いいたします。90ゲームですね。広角以上でのチャンスリプレイです。これは当たったか。92ゲーム8点で年季を倒せ。はい、復活で96ゲーム総投手2本でバジリスクチャンスです。赤一色の LED 緑ですね。健之助でいきます。ちょっと厳しいですね。これはでした。僕の絆2を判別していくポイントで重要視している部分なんですけども、今推定、先ほどの BC が広角以上で、巻物から当たりましたと。でそれをメモっておきます。で、BT 当たった後、有力区間が1回終わった後ですね、ニューニメモで、テーブルを見て、それが B だったのか C だったのか、どのモードでどの状態で引いて BT に当選した当選してないっていうのを把握していって、判別していきます。この台を選んだ理由、根拠の部分なんですけれども、今日と同じような状況、並びで投入される日ですねっていう、過去のデータを遡って見たところ、結構その特徴のある入れ方といいますか、並びは並びなんですけれども、綺麗な6台並びっていうわけではなく、例えば、今僕円形のところを打ってるんですけれども、円形から円形の絆3台、そして普通の島のモンスターハンターに3台3台の並びであったりとか、あとは円形から円形ですね、円形島は2台あるんですけど、こちらの円形側から向こう側の円形とか、あとジャグラーシリーズとかで言うと、結構中央通路を挟んで、だいぶ離れている距離で並びで入れたりとか、ちょっと分かりにくいところに入れたりもしてるん でなおかつ過去に今僕が打っているところ、並びで入ったことがあるんです。円形から円形のまたぎっていうところで、というところで、まずは選びました。で、僕が絆で候補に挙げていた箇所、そして、あとジャグラーシリーズでも候補に挙げていた箇所があるんですけれども、そこも朝一やはり早めの番号のお客様で埋まってました。なので初手の狙い方としては、正解なんじゃないかなというところですね。329ゲーム超高中の強チェリーですね。はい、当たりました。超高中の強チェリーからバジリスクチャンスです。さ
335ゲーム、総投手9本です。で赤衣装区 LED 緑と、でまあ長考中に引きましたし、一応チャンス名3回引いてるんですよね。なので、まあ、ここはちょっと指してほしいところではあるんですけど、まあ、例えば今モード C に滞在していたとすれば、長考中モード C の BC からの BT は約6割強あるんで、だからそういうのを外しちゃうと、まあ、ちょっと高設定の可能性が少なくなりますよと。あ、赤文字チャンスアップ、これはさす大丈夫か。はい、2回目の BC からマジックタイムです。でおぼろちゃん行きました。おぼろ背景だったんでシナリオが、まあ、安定、超安定で無限激闘のいずれかですね。さあ1セット目6対6の合格はなしです。夕方、1回目の掛け合いからバトルです。いや、ここは継続でお願いしたいんですけど、負けるのか。わあ、これ単発は痛い。1セット150枚で終了です。出発の準備。今モードテーブル確認したんですけれども、テーブル1ですね、 BBABABD、 これね選ばれてほしくないとこなんですよね。6が 4.3% で、まあ、低設定ほど選ばれやすいテーブルなんですよね。まあ、超早見切りならもう6は薄いと言ってやめてもいいのかもしれないですけど、まあ、右隣も今のところ悪くないですし、まあ、僕その実際設定6確定した台打った時に朝一2連続テーブル1っていうことがあったんですよ。それまあさすがに弱いな、単体で見たらむちゃくちゃ弱いんですよ、やめるべきとこなんですけども、まあ、それでも周りの状況が強くて結果的に6だったっていうことがあったんで、まあ、薄いとこ2回たまたま引いてきたと。まあ、今日はその、まあ、状況重視っていうところもあるんで、まあ、もう少し様子見ていきます。298ゲーム強チェリーです。302ゲーム8点です。当たりました。推定通常ですね。で強チェリーから304ゲームです。追加投資で総投資が12本ですね。赤一色の LED 黄色です。246、まあ、偶数確定と。はい、1回目の BC からバジックタイムです。まあ、先ほどモード D にいた可能性まであるんですけど、まあ、モード D にいれば絆降格絶対発動するんで、発動しなければ D までは上がってなかったということになります。5対7発動しました。でチャンリップとチェリーです。いやー、ジャックチェリーすら引けない。電光収集、うわ
マジ、うわまだチャンスある、うわ最悪ですねこれ。1セット142枚です。では参りましょう。では参りましょう。今回テーブルが BABACBD なのでテーブル4ですね。おぼろカットインで、ちょっと前までおそらく長考にいたんですよ。長考5ゲームの可能性もありますけど、まあ、降格以上、少なくとも降格以上のところでのチャンスプレイ。はい、当たりました。211ゲームチャンスリプレイから総投資14本でバジックチャンスです。赤一色 LED 青です。残念でした。ゲームチャンスリプレイです。72ゲーム発展でイガチュー、さらにチャンスリプレイ。はい、74ゲーム総投資15本ですね。チャンスリプレイからバジスクチャンスです。外色 LED 白ですね。いやーこれはどうでしょう。あ、当たりました。3回目の BC から BT です。すいません、あの僕先ほど3回目の BC からって言ってしまったかもしれないですけど、あの正しくは2回目の BC からです。申し訳ないです。セット目4対6、合格はなしと。セット目の継続バトルです。いややばい。3連続単発ですね。1セット140枚です。では参りましょう。では参りましょう。今回テーブル10ですね。 BCABABD というテーブルなので、まあ、ここは全設定ほぼ差がないところなんで、特にまあサンプルにはならないと。でやっぱり右隣とか相当良さそうなんで、もう有力感5回ぐらいやってるんですかね。でまだ続行して、しかも初当たりも早いというところで、まあ、僕も可能性はあると思うんで、ちょっとね出玉的には、まあ、オール単発食らってて展開的に苦しいんですけど、ちょっともう少し打ちます。62ゲームチャンスリプレイです。66ゲーム8点。はい、68ゲームですね。チャンスリプレイからです。推定降格以上。赤一色 LED 黄色です。厳しいでしょう。残念でした。77ゲームチャンスプレイです。で81ゲーム発展でイガシュー当たりました。85ゲームか、異色の LED 緑です。
スルーです。5ゲームで降格以上でのチャンスプレイ。でプッシュから確定しました。8ゲームです。外色 LED 青ですね。3スルーです。234ゲームチャンスリプレイです。238ゲームで明け絹。はい、続いて降格以上でのチャンスプレーですね。総投資20本です。青い色の LED 黄色です。まあ、僕の右2つ隣の方がやめていかれましたね。で、もう一つの円形の島、まあ、連なっているところでか、まあ、僕から見て右から6番目に当たるところもやめられたんですよ。並びの一角っていうか6台並びではなさそうなんですよね。ただ右隣は本当にめちゃくちゃいい挙動してます。なのでどうなんでしょう、今日に関してはそういうフェイク的なで絆には、まあ、高設定を単品化で入れてるっていう感じなんですかね。まあ、いずれにせよちょっと今むちゃくちゃ展開悪いですけど、こう6台並びじゃないっていうところで今ハマってっていう感じなんですけど、まあ、いずれにせよ多分次また当たってからどうするか考えて多分やめると思いますけど、まあ、とりあえずもう天井狙いっていう形でも期待値あるんで打っていきます。で強チェリーから点、復活57ゲーム総投資22本で強チェリーからマジックチャンス。赤一色です。まあ、5スルー700ゲームなんですよね。まあ、テーブル5は薄いとしてせめてもう一回ちょっと BC 引いとけば BT ね最悪入るんでっていうところで強チェリー引いてからのチャンスリプレイ、当たっといてくれ、もうせめて当たりました。247ゲーム総投資27本です。青い色の LED 白です。足らず6スルーです。32ゲームチャンスリプレイです。でイガシュを倒せ、かつ37ゲーム総投資28本で BC です。まあ、これで BT に入ると思います。青一色 LED 白です。
ここでチャンリップ引きましたね。でまあおそらく天井っていう感じですかね。はい、でおぼろと、いや少しでもっていう感じですね。視界予告とりあえず反発は避けれました。ようやくですけど。さあ広角が何が来るか。チャンリップとベルです。レア役引けずバトルです。いやー行かせないな。継続で2セット目です。2セット目4対6、合格なしです。セット目の継続バトルです。釣ってくれました。3セット目いきます。6対4の合格なし。2回目の掛け合いからバトルです。はい、3セット342枚で終了です。では参りましょう。今回有力化4回目となるんですけれども、 BBABABD テーブル1ですね。これでまあテーブル1が2回目ということで、まあ、6の可能性、そして高設定の可能性 も、低くなりましたっていうところで、まあ、意識して並びというところでも、まあ、もうやめられている方がいらっしゃいますし、まあ、右隣に関しては未だにいいんですけれども、もしかしたらちょっと今絆の円形のところを見た感じ、今日に関しては絆2に関しては並びというよりか、もしかしたらその単品、まあ、フェイクみたいな感じで1台とか2台とか入っているのかなという感じもするので、まあ、今度はもうこれ以上、打ち続ける根拠もなくなったところで見切りたいと思います。今後の立ち回りをどうしていくかなんですけれども、現状並びで高設定挙動をしている箇所っていうのは複数箇所見受けられます。ただ過去の傾向からおそらく8箇所以上は、並びがあるんじゃないかなと、思っておりますので、まあ、まだ見えてない部分もあると思います。なのでもし怪しい箇所っていうのがあれば、まあ、積極的に攻めていくっていうのと、今日に関しては現状、2台並び3台並びで良さげなところもあるんですよね。それがたまたまなのか、それともフェイクであえて 2,3 台を入れているのか、それともそこが塊でまだその周りがただ挙動がついてきてないだけなのかっていうところが分かっていないんで、まあ、その辺もしっかり見極めつつ今度は立ち回っていこうかなと思います。だいぶ長時間店内を見て回っていまして、まあ、現状設定狙いで打てそうな台っていうのが全くなく、まあ、ゾーン天井狙いもかなり厳しい状態で、今オス番長ゼロの332ゲームで規定ポイント数が今505ポイント溜まっている台が空きましたので、まあ、この台、まあ、まだちょっと真相4日目ということで、まあ、確実な情報解析っていうのは出てないんですけれども、おそらくここから期待値はあると思いますので、この台天井狙いで打っていきたいと思います。
424ゲーム勝利でボーナスです。いやレギュラーか、レギュラーボーナスです。で特訓の後は最悪でも対決はもらえますと、でどんどん格上げしていって最大でこれで特訓まで今行きましたと、まあ、この画面で一応設定室はしてまして、まあ、これ高設定室は弱なんですけど、ここにミサイが出てくると高設定になります。はい終了です。特訓1トンまでですね。さあ5トンで特訓です。ローラースケート、嬉しい。パラダイスです。はい、この台は頂きロードに繋がらなかったので、 ここでやめて他に打てる台探しに行きたいと思います。現在時刻は20時を過ぎました。まあだいぶね長時間見て回ってたんですけれども、まあ、その中で打てたのが番長01台だけという中で、まあ、当たりの方っていうのがさすがにこの時間になって見えてきました。ファンキージャグラー2、そしてマイジャグラー4、そしてアイムのまたぎで、リゼロアネモネのまたぎ、イニシャル D 鬼浜のまたぎで、モンキー4からウシトラガンダムの、3機種またぎ、そしてモンハン絆のまたぎで、絆アラジンのまたぎというところで、まあ、現状これだけの数が見えています。ただ、この時間になってもやはりまだ、こういった台に関しては開く気配は一向にないので、まあ、もう今後開くことはないかなというところで、まあ、この時間になって稼働の方もだいぶ ATRT 機に関しては落ち着いてきまして、その状況下でもまだやはりゾーン狙い天井狙いもされている方かなりの数の方がいらっしゃるんですよね。なので、まあ、ここからも、やれることっていうのはものないんじゃないかなというところで、まあ、今日はもう、非常に残念で悔しいんですけれども、ここで負けを認めてギブアップさせていただきたいなと思います。回収が256枚でした。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですけれども、過去のデータから今日に関しては、3箇所狙い箇所っていうのを絞っていたんですけれども、まあ、その中で、バジリスク絆2の第一候補の箇所、そして、ファンキージャグラー2の箇所に関しては当たりでした。ただ、まあ、第二候補の、絆2に関しては、まあ、外れということで、まあ、読み筋自体は、合ってたとは思うんですけれども、それでも最後の爪の部分っていうところがやはり甘さが出て、積もれなかったのかなというところがありますので、今回のことをしっかりと反省して、次回はまた積もれるように頑張っていきたいなと思います。本日の結果ですが、投資が1288枚、回収が256枚、サマイがマイナスの1032枚でした。次回以降も勝ちにつながる立ち回りをお見せできればと思いますので、引き続きご視聴応援よろしくお願いいたします。